リュブリャナは、スロベニアの都市を呼び、それを中心とした、基礎自治体で、スロベニアの首都である。スロベニアでは、国際関係では、唯一の中心地である。リュブリャナは、スロベニア中央部のリュブリャナ定地に位置し、リュブリャナ市基礎自治体の中心である。人口は28万278人で首都として、特別市としての地位が与えられている。地理的に交差路であることから、 スラブ世界とともに、ゲルマンやラテン文化など様々な要素が歴史を通じて影響を与えている。数世紀来、リュブリャナは歴史的な地域であるクラニスカ地方の首都で、スロベニアが1991年に独立して、以来、文化、教育、経済、政治、行政の中心となっている。交通の利便性や、産業の集中、科学機関や、 調査研究機関の立地などは、リュブリャナの首都としての主要なポジションに貢献している。元々の町の名前はわかっていない。最も有力だと思われているものには市内を流れる、リュブリャニツァ川にちなみ名付けられたというものである。言語学者のシルボ・トルカルが支持するものには、リュブリャニツァの古いスラブ語の名称であるリュボビドから来ているというものである。 ロベルト・ブルジョンは、リュブリャニツァは、ラテン語のアルビアーナから転じたとし、それ自体は、エルビオから来ており、洪水や氾濫を意味する語である。中世、町と川両方の名称は、ライバッハと名付けられていた。ライバッハは、古いドイツ語で、流れない水は洪水を起こすを意味し1918年まで、公式に使われていた。幅広く知られる民間語源では、 伝統的に、スロベニア語で、最愛のを意味するルブリナと結びつけられる。この考えは1825年に、司祭で、言語学者でもあり新しいスロベニア語の語法を、提案したフランク・メテルコを含む初期の学者により、受け入れら、現代の言語学者の間でも広く一致を見ている。街のシンボルは、リュブリアナドラゴンで、ドラゴンは力や、勇気、大きさの象徴である。 ドラゴンは、リュブリャナの紋章に描かれた、リュブリャナ城の塔の最上部とリュブリャニツァ川に架かる竜の橋に描写されている。竜の橋はしばしば、ウィーン分離派が生み出した橋の中では最も美しい橋とみなされている。リュブリャナドラゴンの起源に関してはいくつかの説がある。有名なギリシア神話によれば、金曜毛を取って帰ったアルゴナウタイは、 今日のリュブリャナとブルフニカの間で湿地に囲まれた大きな湖を発見した。イアーソーンが怪物を襲ったのはその湖で、この怪物はドラゴンになりドラゴンは今日のリュブリャナの紋章と式になっている。歴史的により信憑性があるものには、15世紀にリュブリャナ城の教会が建てられた15世紀にゲオルギオスが守護聖人になったことである。ゲオルギオスの伝説では、 ドラゴンはキリスト教によって圧倒された古いペーガニズムの象徴である。他の説では、ドラゴンは最初は紋章を飾る、唯一の装飾であったというものである。バロックが紋章の一部となり、20世紀に、当や他の要素を凌駕するようになってきた。18世紀のリュブリャナ1821年の、 ライバフ派会議を祝う催し1895年の震災で被災し、復旧中の建物期限前2000年頃に、リュブリャナ近郊の湿地帯には、人が、高床式の住居に暮らしていた。今日でも考古学的遺物がエグに残されており、アルプスに連なる6カ国にまたがる、アルプス周辺の戦死時代の住居の一部として2011年6月から、 ユネスコの世界遺産に登録されている。湿地帯に住んでいた人々は、狩猟や魚老、原始的な農業を通して、生活の糧を得ていた。故障の移動には、木の幹をくり抜いて作ったカルーを使用していた。後にこの地域は、様々な部族や人々の多くの生活の跡が残され、その中には、ケルト人やイリュリア人が混合したラピデスと呼ばれる、 人々や三世紀のケルト人の一部族タウリス貴族も含まれている。紀元前50年にローマ人が後のエモナとなる軍の野営地を設置する。要塞は強化され、ローマ軍団の第15アポロン軍が使用した。452年にアッティラの命令により、フン族により破壊され、その後東ゴート族やランゴバルド人によって破壊されている。 エモナーには5000から6000人の住民がいて、多くの戦いで重要な役割を果たした。住居はプラスターを塗ったレンガの異なった色の家で、すでに下水設備につながれていた。6世紀になると、スロベニア人の祖先のスラブ人が移動してくるようになり、9世紀には、スロベニア人は、フランク王国の支配下に入りたびたび、マジャル人の襲撃を経験する。 長い間リュブリアナが最初に言及されたのは1144年であるとされていたが、しかしながら2002年に同様に古い死者の名前と呼ばれる洋皮紙のシートが発見された。この皮紙はウーディネ大聖堂の公文書館に保存されている。記録は1112年から1125年となっており、貴族のルドルフ・オブ・ターチェントやアクイレアの 総大司教が大砲とリュブリアナ城のそばに20の農地を総司教に授けたことが言及されている。リュブリアナの町が正確に町の地位を得た時期ははっきりとは分かっていないが、1220年より以前であった。13世紀、町はスタリトルグ、ノビトルグ、メスと3つの地域で構成されていた。最初の記録では1200年頃に市場を保持する。 権利を有していたと考えられるが、最も古い前期の山地区が必ずしも含まれていたわけではない。当時のリブリアナ上領主はシュプンハイム家であったが、周辺の土地や屋敷は他の貴族たちのものであった。1270年、カルニオラと特にリブリアナはオタカル2世により征服された。オタカル2世がルドルフ1世に敗北すると、 ルドルフ一世が町を1278年でに入れた。ルドルフの制約によりリュブリアナは1279年の1335年の間五律や白国の支配下にあり、その後再びハプスブルクの支配下となった。ライバッハと改名され1797年までハプスブルク家に属していた。1461年にカトリック教会のリュブリアナ司教座が設けられ、 聖ニコラヤ教会は大聖堂になった。15世紀にリブリアナは芸術で認められ、1511年の震災後にルネサンス様式で街は再建され新しい城壁がその周囲に築かれている。16世紀、街の人口は5000人を数え、70%の住民はスロベニア語を大一言ごとし、残りのほとんどはドイツ語が使われていた。そのすぐ後に、 ドイツで初めて、スロベニア語で書かれた書物プリモシュトゥルバルノカテキゼムが、出版され、教育者のアダム・ボホリッチは、エレメンテール・ラボセンス・オーダー・アベシダリウム・デア、タ体・ニシャン。ドイチェン・ウィント・スローニス・カン・シュプラッカ、ノーマン・クラーチュラ・トライアン・リンガ・ーラム、アトロシア・タブラの3冊のスロベニア語で書かれた本を、表し、ヤン・シュマンデルツによりすられている。この時点で街では、 宗教改革の基礎を得ている。ルーテル教会の牧師は、プリモシュ・トゥルーバーやアダム・ボホリッチ、ユーリー・ダルマティンを含め、リュブリアナに居住し、布教を行っていた。スロベニア語の聖書が使われていたが、印刷は、ドイツのビッテンベルクで行われていた。同時期には、最初の高校や公共図書館、印刷所がリュブリアナに開設されている。1597年には町に、 イエズス会がやってきて、後に、カレッジになる高校を設立している。17世紀後半には、バロック建築が現れ始め、外国の建築家や彫刻家が、リュブリャナの街に訪れるようになった。ナポレオン・ボナパルトは1809年から1813年に、フランス第一帝政のイリュリア州の州都をリュブリャナに置いた。1815年になると、 町は再びオーストリアの支配となり1816から1849年にオーストリア帝国は地方行政区画としてイリューリア王国の行政的中心となった。1821年にライバッハ会議の開催都市となり、これによって定められたヨーロッパの政治的境界線はその後長年に渡って固定化されることとなった。1849年には 最初のウィーンからのオーストリア南部鉄道が開業し、1857年には、今日のイタリアのトリエステへ延伸された。1895年にリュブリアナは、マグニチュード6.1の震災に見舞われた。当時の人口は3万1000人で、10%に当たる1400の建物が破壊され大きな被害をもたらしている。震災後は、再建が、ウィーン分離派様式により、 各地区で再建が行われた。街頭は、リュブリャナの街には1898年に現れ、再建に続いて、街の近代化が、当時の市長であったイバンフリバールにより進められた。1918年に第一次世界大戦が、終結すると、オーストリア・ハンガリー帝国は解体し、リュブリャナは、後のユーゴスラビア王国となる、セルビア人、クロアチア人、 スロベニア人王国の一部となり、スロベニア地方の中心都市となった。1929年に、ユーゴスラビア王国の行政区分が再編された際には、現在のスロベニアとほぼ同じ領域を占めるドラバ州の州都となる。第二次世界大戦中の1941年に、リュブリャナはイタリア王国に占領されその一部となり、1941年5月3日に、 リュビアナ州の州とリュビアナとされ、市長には以前のユーゴスラビア王国の将軍であったレオン、ルプニクが待っている。イタリアの降伏後はドイツ軍とナチス親衛隊の親衛隊大将エアビン・レーゼナーとフリードリ・ヒライナーが1943年に町の実権を握ったが、形式上は1945年5月9日までイタリア王国。 リュビアナ州の州都とされていた。リュブリアナでは、占領軍は要塞を設けたり、占領軍の協力者の組織として、イタリア占領時代は、反共産主義義勇兵ドイツ占領時代は、ドモブランツなどが組織された。抵抗運動で、地下組織のスロベニア国家解放戦線と都市の、外側で活動する、パルティザンの協調を邪魔するため都市の周囲3 0トルには、 有志鉄線が張られていた。この有志鉄線が張られていた場所は1985年以来、市街を囲む散歩道となっている。第二次世界大戦終結後、リュブリャナはユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成するスロベニア社会主義共和国の首都となり、それは1991年まで続いた。 スロベニアのユーゴスラビアからの独立宣言後、ユーゴスラビア人民軍の侵攻により10日間戦争が起こるがリュブリャナでは戦争の影響をほとんど受けず、スロベニアの首都となり2004年には欧州連合に加盟している。リュブリャナの歴史は、戦災よりも地震や洪水による自然災害に多く見舞われ、2010年10月にリュブリャニツァ川などの氾濫により、 市の難航や西功に続き、北高が危険にさらされていた。リュブリャナ中心部位置図冬はスケートにも使われ、ボートや釣りが楽しめるコセゼイケリュブリャナでは一番標高が高いシュマルナ山。一番高い地点は、グルマンダで676メートルリュブリャナ市の面積は275平方キロメートルで、スロベニア中央部のアルプスとカルストの間のリュブリャナ定地に位置する。 リュブリャナは、クロアチアのザグレブの西 140km、セルビアのベオグラードの北西 520km、ベネツィアの東 250km、ウィーンの南西 350km、ブダペストの南西 400km の場所にある。リュブリャナの地域はここ30年来、周辺自治体との合併により拡大している。リュブリャナが広がるお奇跡層は、第4期に遡るものである。 周辺部の古い山岳地域は、中世代の山城期や、古世代に遡る。多くの地震がリュブリャナを襲っており、1511年や1895年の地震も含まれる。リュブリャナの中心の標高は295メートルである。リュブリャナの中心部は、リュブリャニツァ川沿いにあり標高は298メートルである。 中心部の南側に位置する、リュブリャナ城は、グライスキグリチュの頂上にあり、標高は366メートルで、市外では一番高い地点である。リュブリャナで一番高い地点は、グルマダと呼ばれる場所で、標高は676メートルで付近のシュマルナ、3より7メートル高く、ハイキングでは有名な場所になっている。リュブリャナの主要河川は、リュブリャニツァ川の他にサバ川、 グラダシュチサ川、マリグラベン川、イシュカ川などがある。リュブリャナ市の東側の境界となっている場所では、サバ川とカムニシュカビストリツァ川が共に流れている。一番標高が低い地点は、川が合流する地点で261メートルある。リュブリャナには大きな池が3つあり、一番大きな池は、コセゼ池で、シシュカ地区にあり、ティボリ池は、リュブリャナティボリ公園の南側にある。 コセゼ池は1960年代に人工地として作られ、多くの珍しい動植物やポピュラーなスポーツやレクレーションの場となっている。ティボリ池は浅くて小さい池で1880年に掘られた。元はボート遊びやアイススケートに使われたが年が経て、現在では釣りのみに使われている。 湿地帯の低地と公園の大小のラコブニクオカの間に人造の650平方メートルの池が広がっている。リュブリャナの気候は欠片の気候区分で西岸海洋性気候と温暖湿潤気候の境界に位置し、暑い夏や寒い冬など大陸性気候の特徴も併せ持つ。7月と8月は一番。 暑い月で日中の最高気温は25から摂氏30度に達する。一番、寒い月は1月で摂氏0度付近で変動する。年間90日程度は摂氏0度以下になり11日程度は摂氏30度以上になる。また、リュブリョナでは年間121日程度切りの日がありほとんどは秋や冬に発生する。 年間降水量は1400ミ、mm、リメートルになり、ヨーロッパの首都の都市では一番湿気がある都市の一つでも、ある。雷雨は5月から9月かけて見られ、時折とても激しくなる。降雪は12月から2月にかけて見られ、冬季の平均48日間は雪に覆われる。夏の天気は、地中海の空気の影響を受け晴天や暑い日が多くなる。特に、 リュブリアナ周辺部では大きな建物が増えているが、リュブリアナ中心部には、歴史的なものが損なわれることなく、バロックやウィーン分離派の建築様式が交わり、残っている。リュブリアナは、オーストリアの方、特に、グラーツやザルツブルクのスタイルの影響を強く受けている。1511年に起こったスロベニア西部の、大地震の後、リュブリアナは、バロック様式によって、続いて、 ルネサンスモデルの都市で再建された。その後1895年に町は再び地震に襲われ、ひどい被災を受けている。再び再建されこの時はウィーン分離派様式が採用された。リュブリャナでは再建が行われた時代を反映し様々な様式が混在している。第二次世界大戦後に建てられたリュブリャナの建築物の大きな部分ではしばしば、 個人的に、スロベニア人建築家、ヨジェ・プレチニックが関わっている。リュブリアニツァ川を見下ろす丘の上を占めるリュブリアナ城は12世紀に建てられ、辺境白の巨城で後に、カルニオラ広告君主のものとなった。城から少し離れた、聖ニコラオス大聖堂、聖ペトロ教会、フランシスコ界の受胎告知教会、リュウの橋は、リュブリアナのメインとなる建築物である。 視聴者近くのリュブリャナ市広場にはバロック様式のロッバイズミのレプリカがある。オリジナルのものはスロベニア国立美術館に移動し収蔵されている。イズミはローマのナボーナ広場にあるものに似てオベリスクと大部分のカルニオラ地方の3つの主要河川を象徴する3体の大理石の彫像が据えられている。この作品はイタリアの彫刻家。 フランチェスコ・ロッバによるもので、市内には、彼の多くのバロック様式の彫刻が残されている。リュブリャナの教会では、同様にこの様式が1511年の震災以後、広く普及している。ウィーン分離派の結出したものは、プレシェーレン広場とリュの橋に見られる。ヨジェ・プレチニックが設計した、いくつかの橋も含まれ、その中には三本橋やスロベニア国立図書館も、含まれる。 1930年代に建てられたネボティチュニクはよく知られた高層住宅である。リュブリャナ城リュブリャナ城リュブリャナ城は市街を見下ろす丘の上に立っている。城の周辺は紀元前1200年以来絶え間なく人が居住している。城の見張り塔は1848年に遡り、見張り版が住み込み、 火事の警告や重要な来訪者や出来事を大砲で知らせる義務があり、現在でも続いているが今日では観光客の呼び物となっている。文化的な行事や結婚式などがこの城では行われる。2006年からケーブルカーによって市街と丘の上の城が結ばれた。聖ニコラオス大聖堂聖ニコラオス大聖堂聖ニコラオス大聖堂は リュブリアナ大使教区により管理されている。緑のドームと二つの塔により簡単に見分けることができ、キュリロスとメトディオス広場に面したリュブリアナ中央市場や視聴者近くに位置する。リュブリアナ教区は1461年に設立された。1701年から1706年にかけて、イエズス会の建築家レアポッツォにより、 バロック様式の境界と二つの両側の礼拝堂の十字架の形で設計された。ドームは1841年に中央部に作られている。内装はバロック様式のフレスコにより1703年から1706年と1721年から1723年にイタリアのフレスコ画家ジュリオ・クワ・リョにより描かれた。の橋の橋はリブラナが オーストリア・ハンガリー帝国の一部であった1900年から1901年に作られたウィーンで学んだダルマチア人建築家が設計しオーストリア人の技術者が建てウィーン分離派の建築物の中では傑出したものとされている一部の市民からは四隅の恐ろしい竜の顔になぞらえてシュートメというニックネームで呼ばれているチョポバ通りチョポバ通りチョポバ通りは リュブリャナ中心部を通る大通りである。通りの名は、言語学者で、文学史家のマティア・チョプにちなみ名付けられた。彼は19世紀初期のロマン主義の詩人フランツェ、プレシェーレンの親友であった。この通りは、スロベンスカ通りに面した、中央郵便局やプレシェーレン広場に続いており、通りには、バーやスロベニアでは一番古くからあるマクドナルドを、含む、 様々な店舗が軒を連ねている。この通りは歩行者専用で都心のプロムナードとみなされている。コングレスに広場コングレスに広場はリュブリャナにとっては一番重要な中心である。広場は1821年にライバッハ会議を目的に作られ、後に現在の名称が付けられた。それ以来政治的な式典やデモ講義の場所として、 重要な中心となっており、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の設立式典、ベオグラード解放の式典、1988年のユーゴスラビア当局に対する抗議などが開かれている。広場周囲には、リュブリャナ大学、スロベニアフィルハーモニー管弦楽団、スロービンスカ・マティカ、ウルスラの3位一体教会などの重要な組織の建物がある。 2010年と2011年に大規模な改修が行われ現在では、ほとんどの地上部分の道路交通は閉鎖されたが、商業目的の極区と地下に多くの駐車場がある。ティボリー公園、リュブリャナティボリー公園は、リュブリャナでは一番大きな公園である。公園は1813年に、フランス人技術者、ジャンブランシャールにより設計され、現在の面積は、 約5平方キロメートル。である。公園は、リュブラナが、フランス第一帝政下にあった1813年に、レイアウトされ、パリのジャルダン・ディ・ティボリにちなみ名付けられた。ティボリ公園の園にある釣り堀は1880年に、遡る。池の一方は、小さな植物園でもう一方は、子供の遊戯場となっている。 1921年と1939年に、ヨジェプレチニックによって刷新され彼により設計され、中央部の広いプロムナードは、ヤコピッチプロムナードと呼ばれ、スロベニアの印象派画家、リハルド・ヤコピッチにちなみ名付けられている。三つの主要な通りには、栗の木が植えられている。公園内には異なった種類の木や花園、いくつかの彫像、噴水などがある。 公園内には、ティボリ城や、国立現代史博物館、ティボリホールなどがある。肉屋の橋、肉屋の橋は、リュブリャニツァ川に架かる歩行者用の橋である。リュブリャナ中央市場とペトコブシェケの土手を結んでいる。橋は、スロベニア人彫刻家、ヤコブ・ブルダルの作品で飾られている。2010年7月10日に公式に開通し、1930年代からの、 ヨジェ・プレチニックの構想が完了した。橋の開通後、恋人同士により橋のワイヤーに永遠の愛を象徴する南京錠がかけ始められ、パリのポンデザールのような光景となっている。1869年のリュブリアナの人口は約22,600人であった。1931年には6万人に増加している。2002年の国勢調査によれば、 リュブリャナ市民の宗教分布は39.2%はカトリック教会、30.2%は無宗教、19.2%は不明、5.5%は正教、5.0%はイスラム教、残りの0.7%はプロテスタントか他の宗教を信仰している。人口の84%はスロベニア語話者で、2番目がボスニア語話者。 3番目にセルビア語話社がそれぞれ占めている。人口水リュブリアナ市は、リュブリアナ式礎自治体により統治され、市議会により導かれている。市議会の議長は、市長と呼ばれ、市議会の議員と市長は4年ごとの地元選挙により、選出される。議会には、自治体予算の総案作成や様々な役割があり、健康、スポーツ、金融、教育、環境保護、 観光などの様々な委員会により支援されている。自治体は17の地区に分けられ、地区評議会が代表している。地区評議会は共に自治体の議会で活動し、基地の住民の提案や地区での活動の計画を行っている。2002年から2006年の市長はダニツァ・シムシッチであった。2006年10月22日の自治体選挙以来、 2011年12月に国民議会の議員になるまで、ゾラン・ヤンコビッチがリュブリャナ市長を務めた。彼は、スロベニアのスーパーマーケットチェーンであるメルカトルの前、常務で、2006年の選挙では62.99%の投票率で当選している。2010年10月10日の再選挙で、 ヤンコビッチは64.79%の一般得票により他の4年の再選をされた。2006年から2010年10月まで市議会では45議席中23議席をリスタ・ゾラナ・ジャンコビカが過半数を占めた。2011年12月21日からヤコビッチは国民議会の議員となり副市長でリスタ・ゾラナ・ジャンコビカのアレシュ・チェリンが自治体を率いて 行くことになったが、チェリンは、市長の地位にはない。市長の交代は法律に従い行われるが、補欠選挙が行われるまではその地位に関しては、自治体の放棄と合致しているリュブリャナの治安に関しては、リュブリャナ警察総局が担っている。市内には5つの地域所と4つの区域所がある。交通の取締りは、市交通管理官が行っている。リュブリャナは、 治安の良さや、静かさの評価を得ている。リュブリアナの地区製造業、特に製薬、石油化学、食品産業とは重要な雇用先である。他の分野では、銀行業、金融、交通、建設、技術関連、サービス業、観光業などが含まれる。公共部門では、教育、文化、医療、観光庁などが雇用を提供している。 リュブリアナ証券取引所は2008年にウィーン証券取引所に買収され、市場ではスロベニアの大手企業の株が取引されている。リュブリアナにはチェーンストアのメルカトルや石油化学のペトログループ、テレコムコンツェルンのテレコムスロベニアなどのスロベニアの大手企業の本社がいくつか立地している。1万5000を超える企業がリュブリアナでは運営されており、そのほとんどは 第3次産業である。ビジネス、ショッピング、スポーツの複合施設である BTC センターには多くの企業や450を超える店舗が立地しこの種の施設ではヨーロッパ最大規模である。毎年2100万人が訪れている。施設の面積は47万5000平方メートルを占めリュブリャナ東部のモステ地区に位置する。リュブリャナには 多くの美術館や博物館がある。2004年には15の博物館と41の美術館、11の劇場があり、4つのプロオーケストラがあった。これらには建築博物館や鉄道博物館、スポーツ博物館、近代美術館、現代美術館、ビール醸造博物館、スロベニア国立歴史博物館、スロベニア民族史博物館など様々なものが、 含まれている。リュブリアナ動物園は19.6ヘクタールを占め、152種類の動物が展示されている。アンティークの飲みの位置は毎週土曜日に開催されている。2006年には、博物館には26万4470人、美術館には40万3890人、劇場には39万6440人の来場者があった。 毎年1万を超える文化的な催しが、リュブリャナでは開かれその中には10の国際的な演劇や音楽、一般芸術のフェスティバルが含まれる。多くの音楽フェスティバルが催されるが、リュブリャナサマーフェスティバルの場合は主にクラシック音楽やジャズである。様々なスロベニアワインの中心的な地域にあり、リュブリャナはワインとブドウの木の町として知られている。ブドウの木は、 城の丘の傾斜地を利用し、すでに、ローマ時代のエモナの住民が栽培を行っていた。1七百一年に、今日のスロベニアフィルハーモニー管弦楽団が、初めての公共楽団として、リュブリャナに開かれ、この地域の音楽作成の発展に拍車をかけた。スロベニアフィルハーモニー管弦楽団の名誉会員には、フランツ・ヨゼフ・ハイドンや、ルート・ビヒ・バン・ベートーベン、ヨハネス・ブラームス、 ニコロ・パガニーニなどが含まれている。グスタフ・マーラーは初期のキャリアの中でリュブリャナのオペラハウスの指揮者を務めており、1881年9月から1882年4月にかけて与えられた84の公演を完全にこなしている。スロベニア国立美術館は1918年に設立され、リュブリャナ近代美術館とともに リュブリャナでは最も影響力があるスロベニア人芸術家の作品が展示されている。メテルコバ通りにあるソーシャルセンターではオルタナティブカルチャーに熱心で以前のオーストリア・ハンガリーの弊社を改装している。メタルコバはユーゴスラビア軍に対するカウンターカルチャーの中心地であり、そこの壁は落書きで覆われている。また、この活気のある通りには多くのクラブや ライブハウスがあり様々な音楽が演奏され、大部分はオルタナティブロックである。近代美術館の一部として、リュブリアナ現代美術館が2011年11月26日にメテルコバ通りに開館した。他のオルタナティブカルチャーの中心は、以前のログファクトリーがあった場所で、1980年代、リュブリアナは新スロベニア芸術の家スローアニシャクンストの中心地となり、 バンドのライバッハや、画家のアーウィン、哲学者のスラボイジジェクは関連づけられる。リュブリャナ大学本館リュブリャナの人口の7分の1は、学生で占められ、都市に若々しい特徴を与えている。リュブリャナ大学はスロベニアでは、最も重要にして、リュブリャナでは、唯一の大学であり、1919年に、設立された。大学の本部はコングレスに広場にあり、 カルニオラの皇帝として1902から1918年に使われていた建物を使用している。建物は1902年にチェコ人の建築家、ヤン・ブラディミル・フラースキーにより設計され、後にウィーンのチェコ人建築家、ヨシプ・フデッツにより作り直されている。2010年現在、23の学部と3のアカデミーがある。 スロベニア語の学科や医学、応用科学、法律、経営学などのコースがあり、6万4000人の学生と3500人の教授、教員が在籍する。スロベニア国立大学図書館には1、169、09冊の蔵書がある。リブリアナ市内には55校の小学校に2万802人の生徒が、 32校の中等学校に25,797人の生徒が在籍する。1693年にリュブリャナでアカデミアオペロサウルムラバセンシスが設立され、1701年に音楽協会が後に続いた。1938年にはスロベニア芸術科学アカデミーが成立した。2006年リュブリャナマラソンリュブリャナには、 アイスホッケーのクラブチーム HDHS、オリンピジャ、D アルファ、HK スラビーヤなどがある。これらのチームは、スロベニアホッケーリーグで競い合っており、HDD オリンピジャ・リュブリアナは、オーストリアのリーグにも参加している。バスケットボールのクラブチームには、KD スロベン、KD チェジカ・リュブリアナ、KK ユニオン・オリンピジャなどがある。2010年以来、 ストジツェスタジアムで試合が行われている。リュブリアナには、プロサッカーリーグプルバリーガで活躍する、クラブチーム NK インテルブロックリュブリアナと NK オリンピアリュブリアナがある。市内には、サッカースタジアムが2箇所ある。古くからあったベジグラドスタジアムは2011年に、刷新されたが、ここをホームとしていた、NK オリンピアリュブリアナは2004年に負債を抱え、破綻している。 より大きいスタディオンストジツェが2010年8月に、ストジツェスポーツ公園に開業し、緑の竜をシンボルとする、新たに2005年に設立された、NK オリンピアリュブリアナのホームとなっているほか、スロベニア代表のホームスタジアムでもある。1957年5月8日から10日、以来毎年開催される、第二次世界大戦中に、 有志鉄線が張られていた場所を歩くイベントであるポット、スポミノーブ・イン・トーバー・アリス・トバ、アクロニムは1945年5月9日に、リュブリャナが解放されたことを記念し、行われている。10月には、リュブリャナマラソンが、市街の通りで催され、毎年多くのランナーを、引きつけている。市街地の北西8キロメートルのサバ川に隣接した、場所には、 カヌーやカヤックのコースであるドゥシンホワイトウォーターコースがあり、国際カヌー連盟主催の国際的な大会等が開催されている。スキースポーツは今日のリュブリアナでは第二次世界大戦以前から進行されている。1940年代より市内北西部の群ツリエではアルペンスキーが行われている。5つのスキージャンプ台がスキースロープの近くにあり、 スロベニアのオリンピックやワールドカップの選手がトレーニングや競争をここで行っている。シシュカ地区のアレナトリグラブ複合施設では6つのジャンプヒルを備えている。リュブリョナはスロベニア中央部に位置し幹線道路が交差する地点で東西は半ヨーロッパ交通回路5号線で南北方向は半ヨーロッパ交通回路10号線である。リュブリョナは A1 でマリボル。 オーストリアのグラーツ、ウィーンと結ばれている。南西方向は A1E70 により、イタリアのトリエステ、ベネチア、クロアチアのリエカなどに通じる。東側は A2E70 によって、クロアチアの首都、ザグレブやハンガリーのほかベオグラードなどのかつてユーゴスラビアであった国々の主要都市へ達する。北西方向は、 A2E61 によって、オーストリアのクラーゲンフルト、ザルツブルクなどに達し来たヨーロッパからスロベニアへ入国する観光客にとっては重要なポイントである。ビグネットと呼ばれる、道路税を徴収する、ステッカーシステムが2008年7月1日から、リュブリャナ環状道路で導入されている。リュブリャナ中心部は、ラッシュ時には、通勤による渋滞で通行に難がある。 リュブリアナヨゼプチニク空港は、市の北側 26km の場所にあり、多くの欧州主要都市と結ばれている。東空港は、アドリア航空のハブで、エールフランスやブリュッセル航空、イージージェット、フィンエアなど様々な航空会社が乗り入れる。現在の空港は1933年に建設され、1963年まで使われていた空港に代わりに建設された、 旧空港はスロベニアでは最初の民間空港で第二次世界大戦中や戦後は軍用として使われた。最初の路線はベオグラード、ザグレブ、リエカの間で開設されている。リュブリョナは北アドリア地域と中東欧を最も早く結ぶ半ヨーロッパ鉄道回路5号線上にあり、中央ヨーロッパからバルカン半島にかけての10号線も通る。 スロベニアを経由するすべての国際列車は、リュブリャナ駅を経由する。リュブリャナには6カ所の旅客駅と9つの停留所がある。スロベニア鉄道のリュブリャナ駅は、中央駅となるハブで、スロベニアでは一番規模が大きい駅である。リュブリャナザログ駅は、スロベニアの貨物の中枢となる奏車場である。また、 いくつかの産業用の鉄道がリュブリャナには敷かれている。路線バスもはリュブリャナ旅客交通が運営し市内の公共交通を担っている。バスの車両は比較的モダンなものでいくつかの路線はラッシュ時の混雑が問題となっている。バスはウルバナと呼ばれるプリペイドカードか携帯電話で乗車することができる。 バスは時折トロリーバスを表すトロールと呼ばれることがあり、リュブリャナのトロリーバスは1951-1971年まで活躍した。トロリーバスは5系統あり、1958年までは路面電車も同時に走っていた。リュブリャナバスステーションは、リュブリャナのバスの中枢で、リュブリャナバスステーション車により運営されている。また、 市内には多くのタクシー会社がある。かつて存在したリュブリャナの路面電車は規模が小さかった。完成したのは1901年9月であった。1928年7月までにはバスを置き換え、財政的な損失からバスは1930年までには廃止され1931年に路面電車に置き換えられている。第二次世界大戦後は、 自動車が増加しより重要になり、場所を取る路面電車は、廃れてきた。自転車も、リュブリャナでは重要な交通手段と考えられるようになり、2011年5月からバイシーケリと呼ばれる、セルフサービスのレンタサイクルサービスが、住民や旅行者に、サービスの提供が開始され、300台の自転車と、600の駐輪場、31のステーションなど、 市中心部に幅広く広がっている。日に2500回のレンタルが行われている。町の主要な通りは自転車の通行が禁止されているが、自転車道や道路表示の普及で部分的に規制は廃止されている。ありがとうございます。